フェイエノールとは4日、日本代表、フォワードウェダー綾瀬の負傷状況を伝えた。ウェダは10月30日に行われたエールディビジ第4節延期分のアヤックス戦で40分に負傷交代。試合後、ブライアン・プリスケ監督は、ハムストリングを負傷している。数週間彼に会えなくなるかもしれないと口にしていた。写真、たくさんのシベリアンハスキーに囲まれるウェダー綾瀬とユフ・ナツキさん。 クラブによると少なくとも冬のリーグ戦中断期間まで欠場。メキシコ代表 FW サンティアゴ・ヒメネスの負傷離脱でチャンスが舞い込む中、公式戦参戦連発を記録したりとアピール中だったが、年内復帰が難しくなった。日本代表は11月2026年北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選でインドネシア代表、中国代表とのアウェー2連戦。 め監督は上田抜きでの戦いを強いられる。